どうも、うつです。今日は久しぶりにブレイブフロンティアを遊んでみたいと思います。で、なんで今日ブレイブフロンティアなのかというと、今イベントでね、コラボイベントでうつさんね、大好きなんですよ。これ音楽わかります？これロマンシングサガ、スマホのなんかゲームでエンペラーズサガっていうのがあるみたいなんですけど、こっちはうつさん知りません。ただこのソフトですね、こうちょっと今3つあるんですけど、遊べるようにねちょっとなってます。コラボ企画ですね。音楽がね、当時のねロマンシングサガの曲使っててすごくいいんですよ。ちょっとこれをね通しでやるとちょっとね長くなっちゃうからね、端折りながらちょっと見ていただこうと思います。どうすかな、レベル3いっとくか。シフ水か、雷、これ使ってみるか。ちょっと試しにね。で、曲いいですよね。ロマンシングサガって戦闘の音楽がすごいかっこいいんですよ。スーパーファミコンの頃にすごくやったんですけど、うずさんはロマンシングサガ2が大好きでしたね。3もね良かったんですけど、なんか2のあの世代をこう交代していくっていうあのシステムがすごく斬新で、主人公がどんどん変わっていくのね。で、最後の最後に自分がキャラメイキングで作った皇帝、ラストエンペラーみたいなやつですね、最後に出てくる皇帝っていうのが自分自身だという、ちょっと面白い演出やってましたね。来た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 、これスービエって言って、これが七英雄の一人なんですよ。ロマンシングサガってなんか今検索でカタカナでロマンシングで佐賀県の佐賀って出て、なんか検索キーワードが最近流行ってますね。うつさんあれよくわからないんですけど、何ですかね、ロマサガね。で、うつさんはこのバルガスっていうのを最初からよく使ってるんですけど、爆炎神バルガスですね。これをあのレベルはもうマックスになってるんで、爆炎の破神バルガスっていう一番ね、あのランクレアランク6っていう一番いいキャラにしたいんですけど、素材が1個足んなくて強くなれてないです。体力低いから結構死ぬんですよ。はい、死んだ。ちょっと死んだよ。うずさんお気に入りのバルガス君死んじゃいましたね。ヒットポイント低すぎだよ。メイルストローム強いですね。これでボス戦なんですけど、ここで曲がちょっと変わります。これもロマンシングサガの曲ですね、うん、かっこいい。強いかな、シフ。あー強いね、ちょっと強いね。まずいかな。そっか、バルガスはしょうがないですよね。ここのモンスターって基本的に水ですから、バルガスがね活躍できるわけないんですよね。よく考えたら申し訳ない。強いな。あれやばいね。うん、強いな。ちょっとまずいね。かなりまずいっす。
厳しいね。勝てるかな。これ空竹割り強いな。アイムやばい。アイムやられた。ああ痛いな。ちょっと厳しいなこれ。やばい、クリーンアップジハード行きたい。もうちょい持ってくれ、もうちょい持ってくれ。ちょっと、あ、もうちょい頑張ってくれ、もうちょい頑張ってくれ。厳しい、体だけあり。あーセフィア頑張って、あやべえやられた。あーきついねこれ。もう総力戦だよね。危ねえ。ということで、渦さんのレベルだとかなりギリギリでしたけど、まあこんな感じです。ブレイブフロンティアのねエンペラーズサガコラボか、噛んだ。エンペラーズサガのコラボ企画、前回もねギリギリだったんですけど、まあ厳しいんですよこれ。なかなかキャラが手に入んないんですよね。ちょっとキャラ来てよすぐ。ということで、今日はちょっと試しにエンペラーズサガコラボ企画ブレイブフロンティアやってみましたっていう動画です。ではまた別の動画でバイバイ。